はい、どうも、こんにちは、バシーと。ミクです。はい、マジカル未来2018の情報、来ましたね。待ってました。今年も行かないとね。さて、今回はですね、大阪と東京の2部でやりますね。はい、2箇所でやるということで、なんか、あれですよね、広がりましたね、随分。この調子でね、大阪、東京、そうだな、と。大阪、東京と来たら名古屋あたりかな。ちょっとわかんないんですけども。まあ、増えていくといいかもしれませんね。そうすればどんどんね、近場で見れるみたいな人が増えると思うので、マジカル未来は面白いので、本当いろんな人に見てもらいたいなと思ってます。はい。さて、それはさておきですね。マジカル未来2018の情報がちょこっと来ましたね。まずは大阪の方から見ていきましょうか。はい、大阪のライブなんですけども、8月の25日と8月の26日にやるんですね。なるほど、ミクちゃんの誕生日よりちょっと前にやるんですね。で、オープンが、昼公演が11時で、スタートが12時、夜公演が4時で、スタートが5時というような感じになってますね。で、企画展の方もありまして、インテックス大阪4号館というところでやるみたいですね。全然わからん。詳細後日発表しますということで、続編が楽しみですね。続編というか、続きの情報が気になるところですね。地図はこんな感じ。で、チケット情報なんですけども、はい、こちらがライブチケットになってまして、チケット価格は、いつも通りな感じですね。パソコンが起動した。はい。S 席が9000円、S 席が8000円、A 席が7000円といったような感じ。家族で参加のおすすめ、座ってライブが楽しめるボックス席は2万1000円。で、U18 の席ですね、18歳以下におすすめ、昼公演の S 席の閲覧が特別プライズで友達や家族と楽しもうということで、こちらの方が3900円というようになってますね。まあこれはいつも通りな感じ。チケット発売しスケジュール、こちら大切ですね。2018年の3月の24日土曜日12時から4月の9日月曜日の23時59分まで対象チケットは SS 席と S 席、A 席ですね。で、1時で、ね、2時が4月の21日から始まるみたいですね。なるほど。今回のチケットどうなるかな。で、一般販売が7月の28日の土曜日の10時からということになってますね。で、企画展チケットの方は、これはいつも通りの、価格で500円という感じになってますね。今回また500円払って、会場に入った時にもらえる何かのグッズですね。以前はピンバッジだったんですけども、あちらの方も無事全種揃えられればいいなと思ってます。はい。続いて東京の方見ていきましょう。はい、東京の方のライブは2018年の9月の1日、2018年の9月の2日というのになってますね。で、企画展の方がミクちゃんの誕生日である2018年の8月31日から始まるそうですね。誕生日の動画今回は撮れないかもしれないなぁ。はい。で、場所はいつも通り幕張メッセ国際展示場10、11ホールですね。また幕張行かないとね。さて、東京の方のチケットの方見てみましょう。東京の方のライブチケットはこんな感じになってて、価格は大阪と一緒というか今までと全然一緒。はい。で、チケットの発売スケジュールもこちらも一緒ですね。なるほど。じゃあ、3月の29日の土曜日12時は、まあそうですね。10時になった瞬間にやっときましょう。今回は S 席で見たいな。いずれも僕マジカル未来 S 席でしか見れてないので、ごめんなさい。訂正しますね。マジカル未来2015だったか、2015は僕 A 席で見たんですけども、A 席で見ると全然見えないんで、せめて S 席の前の方がいいかなっていう感じがしますね。まあ何せよ頑張りましょう。グッズの情報とか、まあ当たり前ながらまだ来てないので、グッズの情報とか書き次第また、こういった動画撮ってみたいと思います。はい。何せよ楽しみですね。はい、というわけでマジカル未来2018のとりあえずチケット情報だけ見てみました。今後の情報が楽しみですね。でですね、動画の方がすでに来てるんですね。テーマソングが来てます。グリーンライツセレナーデという曲ですね。いい題名じゃん。でちょこっと聞いてみたんですけど、まあまた今回新しい感じといった感じですね。 YouTube の方のリンクも貼っときますので、動画説明欄にね貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでマジカル未来2018のチケットの情報、そして YouTube の方で新しい曲が上がったの、情報でした。みくちゃん今年も頑張ってね。僕も今年はそうですね、大阪の方はちょっといけないと思うんですけど、東京の方また行ってでですね、動画の方は撮りたいと思ってますので、お楽しみにしていただければ幸いかと思います。というわけで紹介したのバシーとみくでした。はい、またねー。バイバイ。みくとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。